キース3はどうだ、右にずれたか、リバウンド富樫、ムーリーが走って、ここブロック、キース原のところは、ここが一番ミスマッチですよね、長谷川3ポイント沈めてきた。サジーカスはアギラールに通した。いやサジーカス、あ、ナイスブロック、アウトバウンドもなし、藤井スリーポイント決めた。ジャニングスリーポイント、リバウンドは藤井です。いや、こういうオフェンスリバウンド取られるとね、サジーカス3流れが来ますよね。富樫、前が組まない、はい、スミスどうだ、これが来た、やってきましたね。6分30秒近く、富樫スリーでいった、富樫も決めてきた、やっときましたね、やはりこの人でいくか、富樫、おお富樫飛ばせてスリーできた、決めた。やはり役者は違うか。もう一番立ち上がり大きくリード、しかし第1クォーターラストプレーでこの富樫のスリーポイント、まあらしいですよね、こういうところは本当勝負強い、おお奪ったか、ナイスチール、スミスが立ち上がれない、レイアップは松田です。さあ前からアギラールがディフェンス、ジャニングも行く、原が運んでムーニーへ、最後はイージーになりました、増田スリーポイント、これ来ない、リバウンドファジーカス、A1、 これは高さそのまま疲れましたね、大倉スリーポイント、大倉です、大倉スリー、藤井は縦ヒープ、ヒープ叩き込んだ、もう何かスペシャルなデザインがあるか、富樫が行く、ロングスローは、おー決めた、いやこれ2本来た、ビーカーショット成功、リードしています。いやー1クォーターも2クォーターも最後に富樫、ファジーカスがプッシュ、ヒースに通してダンクです、バックコートはセーフか、あーダブルチーム、ムーニー、富樫、富樫スリーポイントきた、7本目、エドワーズにパス、おおブロック、アギラールのブロックショット、ファジーカスは縦ジャニング、いやこの鋭いパス、これ味方同士が交錯、サンドオーバーです、藤井が前、藤井が前、藤井走り切りました、ここでまた得点で外した、藤井、松田です、松田対富樫、松田、おお富樫が奪った、さあそして富樫、ファジーカス抜けてアリウープだ、すかさずタイムアウト、川崎、お兄さんが富士通なので今日はいないかという期待も私していたんですが、そういう情報、おー篠山スリーポイント、バックのスリーですからね、はい、エドワーズ叩き込んだ、逆に1点でも取らないとダメですこれ、そうですね、はい、原、あーっとターンオーバーになった、そして松田へファールなしか、ジャニング、アギラール、おー見事につなげた、ヒースが3本というのがここまで、そうですよね、いやチームでそれだけあると結構、そうですね、おー増田決めた、いや増田の攻撃者が結構ありますよ、はい、そしてここはエドワーズファールです、バスケットカウント、アギラールです、今日2本目は来ないか、さあスミスが行く、おお抜けたスミスダンク、すごいですね、ここで試合終了、
さあここで第4クォーター終了。いや壮絶な一戦になりました。